県の農業総合センターによりますと、6月から先月にかけて気温が高かったため、穂が出るのや実りが早いといいます。例年ですと、コシヒカリでは9月の下旬から刈り取り適期となっておりましたが、本年は9月の中旬頃にはすでに刈り取り適期となっている田んぼが多いと思われます。刈り取りの時期が例年より1週間から2週間早まっています。早く刈り取りをせず刈り遅れとなりますと、玄米が白く濁る白未熟粒や玄米にひび割れが起きる胴割れ粒が発生し、等級が下がります。米の品質を保つため、鈴木研究員はできるだけ早く刈り取りをしてほしいと呼びかけていました。